久保さん。年間200万でカツカツで、200万の生活って結構きついですね <laughs>。それで10年ですからね。2000万。そう考えると、年間700万使う人だったら、まあ、10年で7000万必要だし、じゃあ年間200万の人と年間700万円の生活、どっちがいいかっていうと、多分年間700万使える生活がいいと思うんですよね。200万って結構か、 なんだ年間200万って結構カツカツですよねだって20万以下ってことですよね月うんだからまあ昔ねその堀江さんが手取り14万のお前が終わってんだみたいなバズりましたけどだからその10万台で暮らしていかないといけないってわけじゃないですかで多くの人はその10万台にその16万に不平不満言ってるわけじゃないですかつまり2000万あったとしても10年不満を言って生きていくって話ですよね そう考えると、やっぱ稼がんとあかんんですね。言ってらっしゃい。